どうも、雑草野球少年、りょうすけです。今日はどういう感じに球速上がっていくのっていう質問について紹介していきたいと思います。これはどういう感じにすればウェイトの重量が上がりますかとか、そのトレーニングのレベルが上がりますかとか、とも繋がってくるので、ぜひ皆さん見てください。高校の時もそうだったんですけど、いろんなことをやってました。その中で効果が出ないし、先が見えないっていうことが多かったです。もう途中でやり投げ始めようかなっていう。試合で1年生の時に投げた相手にボコボコにされたんですよ、1年生の時。それを2年生の時によし、リベンジだと思って投げたら、またボコボコにされて、それで悔しくて帰っちゃって、でまあその後草むしりとかいろいろ怒られてたんですけど、まあそういうね、ことがあって、やっぱり自分の成長が見えてこないっていう方が今結構あるかもしれません。そういう人たちが。じゃあどういう感じで球速が上がっていくのって、どういう感じで結果って出てくるのっていう、知りたいっていう人が多いと思うので、それを今回紹介していけたらいいかなと思います。自分の体験談であったり他人の体験談を元にして今回それを紹介していきたいと思います。ではプレイボール。実際一概には言えないですけど、僕の経験上まず3ヶ月続けるっていうのが大事だと思います。でこの3ヶ月っていうのは本当にトレーニングも一緒で、3ヶ月で結構効果生まれてきます。実際球速自体も3ヶ月で5キロぐらい上がる人は上がり始めるんじゃないかなっていう感じだと思います。で最初ら辺にこれやってて大丈夫なのっていう感じが起きると思います。でもそれを続けていけば何かしらの効果が絶対最終的に3ヶ月後には出てくるので、まず3ヶ月続けるっていうことをやってみてください。正しいことをやってれば間違いなく5キロ上がってきます。ここで次に技術と体力のマッチが必ず出てきます。で体力を上げて技術を上げてくれば、だから全部で6ヶ月後にだいたいグンって一気に伸びることが多いです。僕も134キロだった球速が3ヶ月の時に140キロに到達して、6ヶ月の時に145キロになってましたっていう感じに、6ヶ月でだいたい10キロ上がってきます。しっかりとしたトレーニングをして、しっかりとご飯食べて怪我なくしっかりとできれば、6ヶ月でね、球速が一回グンって伸びる時期が来ます。でこっから6ヶ月っていうのは本当に辛いと思います。でこの時に6ヶ月続けてきたことをずっと続けていくっていうやり方もあると思います。でもトレーニング上でもそうなんですけど、だいたい100日間で順化っていう言葉が起きます。だから最初の3ヶ月っていうのは、例えばウェイトトレーニングはぐんぐん3ヶ月で伸びてくるんで、重量が変わってるので、その分順化っていうのは起きないんですよね。でもその3ヶ月から6ヶ月の間にはそこまでウェイトの重量とかも変わんないので、その重さに慣れちゃいますってなっちゃったら、その上を超えるっていうことができなくなってきます。じゃあどうすればいいのっていう、これは2点、負荷を変えてあげる。例えば今まであった重さよりさらに重い重さだったり、もう一つはやり方をちょっと変えてあげるっていう形です。同じ筋肉を鍛えてるんだけど形は変えてあげる。例えば後ろで担いでたものを前で担いであげる、そしてスクワットしてあげるだったり、ジャンプでも違うメニューをしてあげる、こういう感じで順化っていうのは防げます。しかし最初の6ヶ月っていうのはもう全く同じことをやっていってもいいと思うので、最初の6ヶ月っていうのは一緒のことをやって、負荷だけを変えてあげるっていう形を取ってあげるのがいいと思います。そっからの6ヶ月っていうのは負荷であったりやり方を変えてあげればさらに自分の向上につながると思います。で1年経った後にどうすればいいんだっていうのは、前にやったトレーニングをもう一回戻してあげるっていうのがいいと思います。これは医学的にも科学的にも証明されてて、一回その循環を防いだらもう一回そのトレーニングやっても全然効果は上がってくるよっていう、これはね本当にウェイトとか球速アップにもかなり関わってくると思います。最初の6ヶ月って本当に苦しいとは思うんですけど、同じことの繰り返しをどれだけ地味
できるかっていうのが結局最終的に急速アップできるかに つながってくるので、地味にやるっていうのをやってみてください。実際僕も多分高校時代だったこの地味にやるっていうのが嫌いだったので、どうやってあのモチベーションとして持ってあげるかっていうと、やっぱり記録を取ってあげるっていうのが大事だと思います。実際その地味なあのやり方でも少しずつその地味な成長っていうのは見えてくると思います。一回一回のその地味な成長を数値化してあげることによって、あ、今日ここ成長できたんだね、感じで地味な成長っていうのを自分の中であの見てあげて、で自分を肯定してあげるっていうのが大事だと思います。その地味な成長を少しでも肯定できるっていう感じにしてあげれば、おそらくあの大きな成長につながるので、皆さん地味な成長をね、少しでも自分すげえじゃんって思えるようなモチベーションでやっていければいいと思います。で最後に、いや本当に何回も言うんですけど、高校野球あるあるをなんか書いてほしいっていうのがあって、ちょっと高校野球あるある一回やってみたいなっていうのが、何かあればコメント欄に書いてくれても DM に書いてくれてもいいので、一度やってみてください。ではまた、ゲームセット。K の躍動感が。